フラー建築株式会社とは、1920年に設立され、1925年に解散した建設会社である。三菱合紙会社、日本郵船会社、日本石油会社の3社が、それぞれ日本において大規模の建築を計画し、その思考を当時多数の鉄骨構造による構想建築の実績があったアメリカのフラー会社に発注しようとした。 各社の思惑より、三菱合資会社とフラー会社が日本において合弁会社を設立し、同社が日本において合をなすことが図られた。上述趣旨より1920年3月19日、資本金40万円をもってフラー建築株式会社として設立された。そして百二十二年には、日本石油会社とクレセントビルを、年には、 日本優先会社優先ビルディングと三菱合紙会社丸の内ビルディングの建築を完成させた。しかし同年発生した関東大震災で東京の上記3建築は日本工業銀行本店や東京会場ビルディングより程度大に被災し、これによって会社は若干の避難を集める結果となった。以後、東京、声優会本部と中国、 満鉄総合病院を手掛けた後、1925年5月29日をもって解散した。ABCDE 丸の内100年の歩み三菱辞書社史上館232から286ページ。ありがとうございます。